皆さんこんにちは、ドラマ横田歩です。コロナから復活しました。パチ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 。いやーね、2週間ぐらいですか。6月の6日かな、5日だったかな、5日がね、最初コロナにかかって、で、まあ、その後僕と妻もですね、しっかりと移っていただきましてということで2週間ほどお休みをいただいたんですが、まあ、体調的にはもう万全で、僕はねもうほとんど熱も出なくて、2、3日だけ咳と鼻水がね結構出たかなっていうぐらいで終わったんで、まあほぼ無症状というか風邪の症状ぐらいでしたね、はい、で、今日が6月の21ですか、今日から、まあ、昨日でね隔離生活解けて、まあ、今日から子供も保育園行ってるし、まあ、僕も仕事で復帰ということになりましたいやコロナになりましたっていう話とか、まあ、子供がね最初になったっていう話と、まあ、僕も移っちゃいましたっていう話をね、まあ、YouTube とか LINE とかでしたんですけど、まあ、かなりねたくさんのお客様からですね、大丈夫ですかっていう LINE をいただいて、なんかまあなんつうのありがとうございましたって感じですか、はい。ってことで、まあ、今日からね仕事してますし、まあ、明日はね店定休日なんですけど、まあ、夜 YouTube ライブ一応やる予定でいるので、明日の夜はねもうちょっと2週間3週間くらいちょっと伸びてしまいましたが、夏帯をね特価で、まあ、こういうのとかね、売りますよっていうのをね、明日の夜の YouTube ライブでやりたいなと。この編集が今日終わんなかったら今日の夜になってるかもしれないんですが、まあ、こういうのとかね、はい、仕立て上がって4万4000円っていうのをやろうと思ってますので、皆さんぜひ YouTube ライブでね、僕の復帰を祝いつつ夏帯を見ていただいたらなと思っております。ということで、ご心配いただいた方ありがとうございました。僕も妻も子供も、元気に復活しましたので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。 LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。